Someday you will reveal this fact. Someday you will find this fact. Someday you will know this fact. Then you will know what I was. Then you will know where humans come from. Then you will know what you are. You humans, you are the sons of daughters of gods. This is a message from Jesus Christ after 1500 years.いつの日か君たちはこの事実を暴くだろう。いつの日か君たちはこの事実を見つけるだろう。いつの日か君たちはこの事実を知るだろう。その時君たち人間は私が何であったかを知るだろう。その時君たち人間は自分がどこから来たかを知るだろう。その時、君たち人間は自分が何であるかを知るだろう。君たち人間よ。君たちは神々の息子であり、娘なんだよ。これが1500年後のイエスからのメッセージということになります。広し林、ハーママシティ、ジャパン。左上の写真が NASA が火星で撮ってきた写真です。右下はアイル・ワースのモナリザの絵の中に描かれていた奇妙な物体です。この両者は全く同じものです。つまりアイル・ワースのモナリザの背景には火星の奇妙な物体が描かれていたということになります。ではこの物体は何かということですね。明度を上げてみますと、アイルワースのモナリザの絵の中に描かれている物体は美しい緑色に変身します。つまりこれは火星に生えている樹木ということになります。そしてアイルワースのモナリザの絵の背景に描かれているのはその火星に生える樹木ということになります。この両者を皆さん注意深く比較してみてください。もちろん植物ですから全く同じものというわけではありませんけども、違いを見つけることができないという点で、アイル・ワースのモナリザの中に書かれていたこの奇妙な物体は火星に生えている樹木ということになります。つまり、このような形で、1500年後のイエスは、ルネサンスに私たちにメッセージを残しました。いつか、君たち人間は、この事実を知るだろう。その時、君たち人間は、自分が何であるかを知るだろう。君たち人間よ。君たちは神々の息子であり、娘なんだよ、と。まあ、このように比較してみるとですね、このアイルワースのモナリザの中に仕込まれた1500年後のイエスのメッセージを読み取ることができます。The term oopart or out of place artifact is rarely used by historians or scientists. You know the reason why. Why isn't the term used by historians and scientists?
The term is used to describe a wide variety of objects, from anomalies studied by mainstream science and pseudoecology far outside the mainstream, to objects that have been shown to be hoaxes or to have mundane explanations. Then, how about this fact I show you here in this video?オーパーツという言葉は歴史家や科学者の間では使われていません。なぜ歴史家や科学者は使わないか。その理由は皆さんご存知の通りです。オーパーツという言葉は科学の世界では邪道と言われるものを表現するために用いられているからです。あるいはエセ科学の代名詞としてアカデミックソサイエティの外にあるインチキ考古学の代名詞として用いられているからです。では、この動画の中でお見せする事実はどうなのでしょうか。広志林、浜松市、ジャパン。まず、皆さんにご覧いただくのが一枚の銅鏡です。この銅鏡は大阪の長持山古墳から明治時代に出土したものです。そして同じく明治時代にアメリカに流出しました。現在この銅鏡はマサチューセッツ州のバーストン・ミュージアム・ファイン・アーツに所蔵されています。この銅鏡には北極海の地図が正確に浮き彫りで彫刻されています。海岸線のみならず、シベリア大陸の方には、川、あるいは湿地帯まで正確に彫刻されています。一つ注意していただきたいのは、この銅鏡の中で特に色の濃い部分は、海氷もしくは氷、雪と考えられます。それを除きますと、このように北極海の地図と完璧に一致します。のみならず、この銅鏡の上の地図はですね、真上から見たときに、地球の写真と一致するということです。つまり、特殊な方法で上から焼き込んであるということになります。時代は卑弥呼の時代です。まさに、あってはならないオーパーツということになります。もう、この、事実を発見して、私、林博士が発見して、すでに3年以上になろうとしています。次にご覧いただきますのは、法隆寺の隣にあります、中宮寺にある、弥勒菩薩半跏思惟像です。中宮寺です。この中宮寺には、弥勒菩薩半跏思惟像が安置されています。左がガンダーラ仏です。この両者はプロポーションが全く同じです。そして二つを重ね合わせてみますと、細部に至るまで同じです。ただし、鼻の長さと太さだけが違います。団子の形も少し違います。しかし、首の下にはシワがあります。そのシワまで一致しています。そこに注意してください。この事実も私が発見してすでに3年半あるいは4年近くになります。特に上まぶたのラインに注意してください。この事実をどう考えたらよいかということですね。左はストイッコです。右はクスノキオの寄せ木に彫刻されたものです。この丸いところのシワに注意してください。こんなところまで一致しています。この事実を皆さんはどのようにお考えになりますか？ただ単なる偶然、あるいはオーパーツとして片付けてしまいますか？そして皆さんに見ていただきたいのは、レオナルド・ダ・ヴィンチという画家が描いたことになっているアイルワースのモナリザです。そのアイルワースのモナリザの背景には火星の大地が正確に描かれていました。
これは NASA が公表した火星表面で撮られた奇妙な物体の写真です。一般には針葉樹に似た木だと言われています。高さわかりませんが、相当高い木と思われます。その木がアイルワースのモナリザの絵の向かって左側に描かれていました。この部分です。この部分に注意してください。一見すると何かわけのわからない、つまり得体の知れない物体に見えますが、これはこの白い線のところで上下が線対称になっています。明度を上げますと美しい緑が浮かんできます。そうです。これは植物です。その植物が下の大地、多分水か何かがあったのでしょう。反射して映っています。これは NASA が公表し、現在アリゾナ大学が保管している写真です。マーズ、キュリオシティローバーが撮ってきた写真と思われます。その中にこのような、樹木と判断して良いものが映り込んでいました。この樹木と判断して良いものにご注意ください。それと同じものがアイル・ワースのモナリザの絵の中に描かれていました。それを今日皆さんに丁寧に見ていただきたいと思います。比較してみてください。左は絵のように見えますが、これは写真です。右は絵ということになっています。これは写真です。そこを誤解しないでくださいね。この写真の出典はここに示しておきますから、皆さん自身で確認できると思います。注意深くご覧ください。NASA。NASA と書いてあります。出所は NASA です。そして現在、アリゾナ大学に所蔵されています。もう一度、このラインを見てください。つまり上半分が下に反射して映っているということになります。ですから上半分の輪郭はしっかりとしていて、下半分の輪郭はぼんやりとしています。これが事実です。そして NASA が撮ってきた写真と比較してみます。皆さん自身の目で確認してください。つまりこのような形で、1500年後のイエスはですね、ルネッサンスという時代に、レオナルド・ダ・ヴィンチという操り画家を通して、私たちにメッセージを残したということになります。いつか君たち人間は、この事実を知る時が来るだろう。その時、君たち人間は、私の正体を知ることになるだろうと、林博士はそのように解釈しています。もう一度、皆さんが撮ってきた写真と、そしてアイル・ワースのモナリザの中に描き込まれている木の絵と比べてみてください。注意深く見てください。まさに大パーツということになります。左は写真のままで手を加えてありません。ただ、明度は少し上げてありますが、それ以外は手を加えていません。そして、右の方もやや明度を上げていますけども、それ以上の手は加えてありません。皆さん自身の目で確認して、比較して、判断してください。ここが重要です。これを皆さんはエセ科学、インチキ科学として片付けてしまいますか？また片付けてしまって良いのでしょうか？左は NASA が撮ってきた写真です。右はアイルワースのモナリザの背景に描かれた奇妙な物体です。寸分たがわず同じです。この事実を皆さんはどのように判断なさいますか？左の絵が描かれたのは今から500年前のルネサンスの時代ということになります。繰り返します。このような形で1500年後のイエスはルネサンスの時代に私たち未来の人間にメッセージを残したということになります。いつか君たち人間はこの事実に気がつく時が来るだろう。その時、君たち人間は私の正体を知ることになるだろうと。そういうことです。まさに大パーツ中の大パーツということになるのではないでしょうか。もう一度 NASA の写真を確認してください。University of Arizona と書いてありますね。そしてホームページもしっかりと紹介してあります。私を疑う人は
このホームページにアクセスして直接この写真を見られたら良いかと思います。これは火星で撮られた写真です。まあ、これが植物であるというためにはまだいくつかのハードルを超えなければなりませんけども、これは誰が見ても植物ということになります。以上、3つの大パーツ、林浩が発見した大パーツを紹介しました。 Bye for now. Checkmate is a game position in chess in which a player's king is threatened with capture and there is no way to remove the threat. Checkmating the opponent wins a game. So do I. Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Checkmate! Aliens! Checkmate というのはチェスで王の逃げ場を封じ込め、王が捕らえられることを言います。つまり、相手をチェックメイトした方が勝負に勝ったことになります。で、林浩もその勝負に勝ちました。エイリアン、王手！広志林、浜松シティ、ジャパン。火星で植物らしきものが次々と発見されています。今ご覧いただいている画像もその中の一つということになります。まず皆さんにレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたと言われているアイルワースのモナリザを見ていただきます。このアイルワースのモナリザの背景には火星が描かれています。火星の表面です。一見すると山のように見えますが、これは山ではありません。赤い部分を注意してご覧ください。ここに岩らしきものがありますが、影は左の方にできています。つまり光は右上上方から来ていることになります。一方、この山の表面を見てください。光は左上上方から来ているように見えます。つまり矛盾します。つまりこれは山ではありません。崖です。下の方へ伸びた崖です。ここが重要ですからしっかりと確認してください。この崖の部分を見ますと、ここに影ができています。そしてここに影のラインができています。つまり光は右上上方から来ていることになります。これで光の方向が一致しました。つまりここに描かれているのは山ではなくて崖だということになります。ここが今日の第一のポイントです。そしてこの崖と、それから火星表面で撮られました写真と比較してください。大変よく似ていることがわかります。火星にはこのような崖が至るところにあります。アイルワースの背景が火星ということになれば、モナリザの背景もこれまた別の惑星の背景ということになるのかもしれません。実際、モナリザの絵の背景はどこか地球離れしているのがわかります。が、ここは今日のポイントではありません。今日のポイントは、アイルワースのモナリザの背景には火星が描かれているという点です。これからそれをじっくりと
説明しますので、皆さん自身で確認してください。この黄色い部分に注意してください。ここに何か岩のようなものが描かれているのがわかります。色を落としてみると、それがよくわかります。岩がいくつか重なっているのがわかります。そしてその周囲には小さな岩が転がっているのがわかります。これは絵なのでしょうか？それとも写真なのでしょうか？このあたりには谷のようなものも描かれています。そして中央には大きな影ができています。私はこれを岩と判断しました。注意深くご覧ください。これは絵なのでしょうか？それとも写真なのでしょうか？一見すると絵のように見えますが、実際には写真のように精緻に描かれているのはわかります。黒い影ができています。光は先ほども言いましたように、右上上方から来ています。下が実際の火星の表面を撮った写真です。比べてみてください。岩がゴロゴロしています。そして大きな岩があります。少し目を細めていただきますと、写真であることがよくわかります。つまり、この絵を描いた人は、まあ一応レオナルド・ダ・ヴィンチということになっていますが、1500年後のイエスは、このようにしてアイルワースのモナリザの背景に火星の表面を描き込みました。中央にそれが見えます。下は実際の火星の写真です。比べてみてください。大変その様子がよく似ているのがわかります。白黒にしてみますと、その雰囲気がよくわかります。つまり、繰り返しになりますが、1500年後のイエスは、このような形で、アイルワースのモナリザの背景に火星を描き込みました。ここには、谷のようなものも描かれています。一見雑なようですけども、極めて精緻に描かれているのがわかります。絵の具のひび割れ部分を少し薄くしてみました。皆さん自身で確認してください。これは絵ではなく、写真であると私、林博士は判断しました。つまり、写真をそのままこういう形で絵の中に写し込んだということになります。なぜこんなことをしたか。いつか私のような人間がですね、この事実を発見して、そして、まあ、1500年後のイエスをですね、再確認するためではなかったかと、私、林博士は判断しています。つまり、1500年後のイエスの私たちに対するメッセージであるということになります。が、これだけではまだ皆さんは満足なさいませんね。で、私も同じようにその絵を描いてみました。キャンバスの上に実際の写真を置き、ややぼかしを入れて、そして薄くします。こうすれば同じような絵が描けるということになります。技術的には大変稚拙ですけども、手法は同じかと思います。上がアイルワースのモナリザの中に描かれた岩山です。下が実際の火星の表面の岩の様子です。注意深くご覧ください。そして色を落としてみますと、まあ同じようであるとしか言いようがありませんね。全く同じ場所を探すことは、これは不可能かと思われます。上が絵です。絵と言われています。下が写真です。アイルワースのモナリザの背景に描かれている赤い大地は、夕日を受けて赤くなっているのではないかとも考えられます。しかし、夕日で赤くなるのは海とか湖とかその光を反射するところだけです。大地は黒くなります。自然観察をしてみるとそれがよくわかります。もちろんこの地球にも崖はいくらでもあります。1500年後のイエスはそうした崖の一つを描いたとも考えられます。そこで
この絵に描かれている崖とよく似た崖の写真を集めてみました。確かによく似ています。しかし、似て非なるという感じですね。似ているけども、どこか様子が違います。例えばこの崖を見ていただくとわかりますように、アイルワースのモナリザの中に描かれている崖は内側に鋭角に曲がっています。私が探したところ、このような崖はこの地球には見当たりませんでした。で、本題です。もう一度アイルワースのモナリザの絵を見てください。そしてその背景に描かれている風景の影の方向に注意してください。光は右上上方から来ています。で、左のこの物体は何かということですけども、ここで私は前回、下半分は影だと言いましたけども、やはりこれは影ではありません。上下正確に、線対称になっています。この白い部分で上と下が線対称になっているということですね。光は右上上方から来ていますから、もしこれが影であるならば、影は左下へと伸びているはずです。そして色温度を上げてみますと、美しい緑が見えてきます。これは何なのでしょうか？実は最近次々と分かってきたことなのですけども、どうやら火星にも植物があるらしいということが分かってきました。一説によれば、サボテンに似た植物もあるらしいということが分かってきました。そしてこの写真に注意してください。これは NASA が公開した写真です。アリゾナ大学が保管しています。この写真に注意してください。まあ、一説によると針葉樹のような木のようなものが生えているということになります。かなり背の高い 木のようなものということになります。もちろんまだ確認されているわけではありませんけども、植物と考えられます。まあ、一風変わった植物ということになります。これが火星上で発見された植物らしい木ということになります。で、これと同じものがアイルワースの絵の中に描き込まれていました。注意深くご覧ください。この中央の部分です。この中央の部分を皆さん自身で比較してみてください。順に比較していきます。まあ、植物といってもですね、おそらくいろいろな種類の植物があるものと思われます。しかし、まあ、この部分だけを見てもよく似ているというレベルを超えて同じと私、林博士は判断しました。つまり、アイルワースのモナリザの中に描かれているこの奇妙な物体は火星に生える植物ということになります。つまり、針葉樹に似た木ということになります。この写真の出所は、ここに皆さんにお見せしておきます。現在は、アリゾナ大学のエデュケーション、教育学部に、所属しているそうです。NASA から出ています。間違いのない写真です。つまり、アイルワースのモナリザの中には、すでに500年前にそれが描かれていたということになります。で、結論ということになります。アイルワースのモナリザの中に描かれている奇妙な物体です。この物体は上下線対称になっています。そんなところから私はやはり、この下半分は上半分が水面に映った反射であると考えています。そうした絵や写真は公開されています。比較してみるとそれがよくわかります。ですから下半分がぼんやりとしています。火星とはいえ水もしくはそれに似た液体がこの辺りにはあると考えられます。その液体に上半分の植物が火星の植物が反射していると私、林博士は判断しました。つまりこのような絵をですね、写真の形で描き込むことによって1500年後のイエスは私たちにメッセージを残したということになります。つまりいつか君たち人間はこの絵の中に仕込まれた
謎を解くことができるだろう。その時、君たち人間は1500年後の私、つまりこの私が誰であるかを知ることになるだろう。その日のためにこの絵の中に私は私のメッセージを残しておくことにする。 Jesus Christ after 1500 years。According to Wikipedia, it writes about Aylward's Mona Lisa as follows. Shortly before World War I, English art collector Hugh Blaker discovered the painting in the home of a Somerset nobleman in whose family it had been there for nearly 100 years.This discovery led to the conjecture that Leonardo painted two portraits of Lisa del Gioconde, the famous one in the Louvre, and the one discovered by Blaker, who bought the painting and took it to his studio in Aylward's, London, from which it takes its name.第一次大戦の少し前、ヒュー・ブレイカーというアートコレクターが、サマーセットの貴族の家から、その家に伝わる一枚の絵画を見つけた。この発見により、レオナルドが二枚のモナリザを描いていたという推測へとつながった。つまり、ルーブル美術館にあるモナリザと、それにブレイカーが発見したモナリザである。ブレイカーはその絵を買い取り、ロンドンのアイルワースのスタジオにそれを持ち帰った。そのためその絵は、アイルワースのモナリザと呼ばれるようになった。広し林、浜松シティ、ジャパン。今皆さんにご覧いただいているのは、上がアイルワースのモナリザの背景に描かれている奇妙な風景です。下が NASA のマーズ・キュリオシティ・ローバーが実際に火星で撮って地球へ送ってきた写真です。比較してみてください。大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。つまり上の絵はですね、これは絵ではなくて写真を焼き込んだものであると私、林博士は判断しています。まあ、この辺りに谷もあり、山もありという風景が上に描かれています。そんな点に注意して検証してみてください。目をやや細めてみますとですね、これがただ単なる絵ではなくて、写真のように精緻に描かれていることに皆さんもお気づきになると思います。で、この絵はどのようにして描かれたのか、それを私なりに簡単に実験してみます。これはアイルワースのモナリザの背景に描かれている風景ですね。その上の部分を取り出して、そして火星の実際の写真を下に貼り付けてみます。下の写半分下はですね、これは火星の実際の写真です。で、ややぼかしを入れます。こうしますと、アイルワースのモナリザの背景に描かれている奇妙な、と言いますか、風景に似てくると思います。もちろん、全く同じ場所を探し出すことは不可能と思われます。ともかくも下が今合成で作った写真です。上半分がアイルワースのモナリザの風景から撮ってきた写真。
ということになります。で、上がですね、アイルバースのモナリザの、まあ、絵の中に描かれている風景です。色を落としてみるとですね、大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。つまりこのようにしてアイルワースのモナリザの背景は、まあ、作られたということになります。そしてそのアイルワースのモナリザの背景にはですね、火星の木と思われるものが描き込まれていました。最近の、まあ、調査によればですね、どうやら火星にも地球上の木に似た植物が生息していることが分かってきました。これがその証拠写真ということになります。現在、アリゾナ大学がこの写真を保管しています。ここに描かれているものは何かということですけども、相当高い地球上の針葉樹に似た木と言われています。これが火星で発見された植物と思われる木です。それと同じものがですね、このアイルワースのモナリザの向かって左側に描き込まれていました。だいたいこんなところにこんなものがあること自体がおかしなことということになります。この奇妙な物体がですね、アイルワースのモナリザの絵を台無しにしているとも考えられます。この部分ですね、この部分に奇妙なものが描かれているということですね。左右を比較してみてください。左は私が消したものです。つまり、このようなものが描かれていること自体がおかしいイコール、それほどまでに重要なものであったからこそ、レオナルド・ダ・ヴィンチはこの物体をアイルバースのモナリザの背景に描いたということになります。明度を上げてみますと、ボコボコとした感じとともに美しい緑が現れてきます。そうです。これは樹木、木ということになります。で、この木はどこの木かということになります。それを皆さんにこれからご覧いただきます。注意深くご覧ください。アイルワースのモナリザに描かれていた木と思われる物体です。右は、ローバーですよね。マーズ・キュリオシティ・ローバーです。それがこのような写真を届けてきました。まあ、これは上空を飛行中に撮られた写真ということになります。そしてその中にはこのようなものが映り込んでいました。先ほども言いましたように相当高い木のように思われます。右が実際に火星上空から撮られた火星表面上の樹木と思われる物体です。まあ木と断定してほぼ間違いないと思います。詳しくはこの続く動画の中で説明しますが、ともかくもこのような物体が映り込んでいたということですね。で、その中の一部とですね、左のまあ、アイルワースのモナリザの中に描かれている奇妙な物体と比較してみます。もちろん、まあ、植物ということになりますから、全く同じものを探すことはできないと思います。それに季節によって、まあ、葉っぱの部分がですね、生い茂り方が違うのは当然かと思われます。が、その部分を除いてと言いますか、勘案してもですね、この両者は酷似しているというレベルを超えて同じです。言い換えますと、左のような植物、あるいは右のような植物は、少なくともこの地上にはないのではないでしょうか。つまり、1500年後のイエスの操り人形芸術家を通して、1500年後のイエスは、このような、まあ、写真ですよね。写真をアイルワースの絵の背景に焼き込んだということになります。ここが重要ですから、皆さん自身の目で左と右を比較してみてください。左は一応絵ということになっています。右は間違いもなく写真です。火星上に生えていると思われる樹木、つまり木です。つまりこれら両者は
私、林博士は同じと判断しました。ついでながら、こんな奇妙なものも発見しましたので、一応報告しておきます。このアイルバースの背景はですね、一般には山と考えられています。これは山ではありません。下へ掘り込んだ崖です。光の方向からそれがわかります。下半分が山に見えるから山というふうに一般には理解されています。が、私、林博士はこれは崖と判断しました。で、この部分に奇妙なものが、描かれているということですね。何やら崖の途中に、窓のようなものが描かれているということですが、確認はできません。ともかくも、これはですね、私は絵というよりも、写真から起こした絵というふうに理解しています。部分的に絵のように、改変されているように思いますが、しかし、写真のように精緻な部分もあります。こうした物体が描かれているということですね。で、これは何かということですけども、この下半分は崖ということになるんですよ。山ではありません。先ほども言いましたように、光は右上の方から斜め左下の方に当たっています。ですから、これは崖と判断しました。で、この部分を明るくしてみますとですね、やはり奇妙な左の方ですけども、ものが描かれているように思います。さらに、この部分ですね、上半分はどうやら絵のようにも見えますが、下半分はですね、極めて精緻に描いてあるのがわかります。明度を上げてみるとそれがよくわかります。赤い大地がここに、描かれているということですね。で、これは私は絵ではなくて、一部写真であると判断しました。そして、色も火星の色と一致します。これは、マーズ・スピリチュアル・キュリオシティ・ローバーがですね、火星から送ってきたオリジナルの写真です。右はアイルバースのモナリザに描かれているオリジナルの色です。比較してみてください。色には手を加えていません。よく似ているというより、私、林博士は同じと判断しました。いかがでしょうか？続く動画をどうかご覧になってください。いつか君たち人間はこの事実に気がつくだろう。その時君たち人間は私の正体を知るだろう。と同時に君たち人間は君たちがどこから来たかを知るだろう。Bye for now.